シュトゥットガルトにあるアルベルト・シェフレの墓、アルベルト・エーベルハルト・フリードリヒ・シェフレは、ドイツの国民経済学者、社会学者、時事評論家。シェフレは、南西ドイツのニュルテンゲンに生まれ、同地のラテン語学校に学び、全国主権を受け、1844年から1848年まで、シェンタールの福音墓見学校で学んだ。1848年以降は、 中便原の福音墓美学校で進学を学んで、いたがバーベン地方の反乱を指示したとして、強制退学させられた。1849年から1850年にかけての短い期間、家庭教師となった後、1850年からシュバーベン地方の新聞、シュワビス県メルクーアの編集部に入り、1860年までそこに所属した。この間、 シェフレは1855年に高等官僚の試験を受けた。1856年には中ビンゲン大学の国家学部から博士号を取得し、1860年には中ビンゲン大学の国民経済学の教授となった。1868年、シェフレはウィーン大学の政治学の教授に転じた。後には教職を辞してシュトットガルトに陰性し、 執筆に専念した。シェフレは1903年にシュトットガルトで没した。1862年から1865年にかけて、シェフレはドイツ連邦の一員となっていたビュルテンベルク王国の議会の議員となり、1968年にはビュルテンベルク第三選挙区からドイツ関税同盟の関税同盟議会の議員に選出された。 1971年の2月から10月にかけて、シェフレは、オーストリアの商務大臣を務めたが、この時の経験について、あそこほど、たくさんのならず者が群がっているところはなかったと後に、記している。1881年から1882年に、かけて、シェフレは、ドイツ帝国最小夫・フォンビス・マルクの下で、社会立法の取り組みに参与し、 特に労働者の保険制度に創設に関わった。1860年から1903年まで、シェフレは、ザイトシュリフトフィアダイギャザモタスターツウィセンシャフトの発行人であった。ニュルティンゲントシュトットガルトの町は、アルベルトシュルレを称えて街路名にその名をつけている。エスリンゲン地区は、職業学校にシュルレの名を冠している。ありがとうございます。